だから断ると言ってるんだ。たとえ100億200億積まれても答え同じだ。今の電話、例の沖縄の一件では、あの男に恩を売っておけば後々政界との強いパイプが。黙れ。 あの土地は奪えねえ。東条会は4代目に何度も救われてきた。その人から居場所を奪うことはできねえ。それじゃあ、いただきます。沖縄米軍基地拡大法案のキーマン、田宮隆三防衛大臣とリゾート開発の責任者、鈴木義信国土交通大臣が今日揃って現地沖縄へ視察に訪れました。国を守ることは私の責務だ。それ以上言うことはない。内需拡大を見据えてリゾートを開発することで、なんとか地域の振興に貢献していきたいと。またこれが立ち退きって書いてあるけど、私たち出ていかないといけないのかな。お前らいきなりこんなもんちらつかせてどういう了見だ。とっとと沖縄から出ていけ。立ち抜けの件だろ。断る。なんだと。所詮それは極道の勝手な都合ってやつだ。何？どうしたんだ？何かあったのか？親父が撃たれた。おじき、これは風間のおやすさんだ。風間さん。驚かせましたか。東条会に沖縄の土地買収の件から降りてもらうわけにはいかないんです。断ると言ったら困りましたね。今6代目が現場を離れたら東条会の基盤が揺るぎかねん。ここは桐生4代目に出張ってもらうのが最善の策です。6代目が死ぬのがそんなにめでてえのか。めでてえってえのか。4代目呼び戻すやと。おい峰、己のとこの兵隊とかね、うちに回せ。それで俺が桐生の首取ったら。だが錦山組に東条会の跡目渡すわけにはいかねえってことだ。中国の包丁はよく切れるな。
よ戦争が始まんで。敵は一体どこにいるんだ。これは今の登場界でこれほどの絵が描けるのはこの4人くらいだ。ようこそ真島組。真島の兄さん、大吾は1年くらい前から登場界内部の裏切り者を探していた。私は阻害するものは全て排除します。たとえそれが桐生さんであろうと。俺はカムロ町をこの手に収めたい。お前とこのタミヤ龍造、互いに利害が一致してるってことだ。誰だお前ら、日本語がわからねえのか。風間のやっさんじゃないのか。優雅、桐生風間か。俺だって一人前の男になりたいんだ。男なら命を張る場面はきっと来る。今は俺を信じろ。一緒に地獄で会おう。死にてえやつだけかかってこい。